アボカドが越冬しました。これはメキシコーラとズタナです。こちらはスチュアートとフェルテはまだ冬装備のままです。一昨年までは玄関内に取り込んでいましたが、今回は軒下で越冬しました。方法としましては、トリカルネットで幹周りを囲み、幹が隠れるくらいに中に落ち葉を入れます。その状態で鉢ごと不織布に巻き、幹のこのくらいまで覆える高さの段ボール箱に入れて軒下に置きました。このメキシコーラとズタノは同じくらいの時期に開花したので、相互に受粉できるように近づけました。その甲斐あってか、ほら、ここに実ができています。ここにもです。2個、そしてまだここにも見えますかね、3個4個できています。かわいいですね。木がまだ小さいので、これが食べられるまで大きくなるとは思いませんが、見守っていきたいと思います。この動画がいいなと思われた方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。